ルの遺伝子を。キラこそが神だ。キラの復活をもぐろむキラ信奉者、サイバーテロリスト、支援勇気役、須田雅樹さん。2006年、伝説となったデスノートから10年の時を経て女優へと成長した元デスノート所有者、天音美沙役、戸田恵梨香さん。死神の目を持ち、思想もなく無差別に殺人を繰り返すデスノート所有者、青井さくら役、川栄李奈さん。法の最高責任者でありながらデスノートを所有する最高裁判事、そして本作のメガホンを取りました佐藤慎介監督です。デスノートライトアップザニューワールド監督出演者の皆様に今一度盛大な拍手をお願いいたします。デスノート2部作は興行収入80億円を超えるメガヒットを記録。海外でも60の国と地域で公開され、全世界に爆風のごとく拡散した熱狂は今も伝説として語り継がれています。あれから10年、前作の制作陣が立ち上がり、原作に存在しながらも未だ使われていなかった6冊ルールをもとに、ついに正当なる続編が完成いたしました。さて、それでは皆様にお話を伺ってまいります。これから作品をご覧になる皆さんへ向けて、完成した作品について一言ずつ伺いたいと思います。ではまずはじめにデスノート対策本部捜査官三島を演じます東出昌大さんです。皆さんこんにちは、三島つくる役東出昌大です。本日はわざわざご足労いただきまして、ありがとうございます。こんなに大勢の方々にお集まりいただけてるとは思ってなかったので、びっくりしました。でも本当に心から嬉しいです。やっと東京での上映になります。衝撃作品になってると思いますので、最後まで楽しんでってください。お願いします。ありがとうございます。続いて L の遺伝子を受け継ぐ世界的名探偵龍崎役を演じます池松壮亮さんです。池松壮亮です。本日は本当にありがとうございます。これだけ素晴らしい作品に、関われて本当に光栄に思いますし、派手なのは舞台挨拶だけではないということを見ていただければ分かるんじゃないかなと思います。本当に今日本を代表する、とても大きな映画を、メジャー作品を手掛ける佐藤監督のもと、本当に一流のスタッフが集まって、素晴らしいキャストが集まってやりました。一生懸命作りましたので、楽しんでいってください。ありがとうございます。続いてキラ信奉者でサイバーテロリスト支援勇気を演じます須田雅樹さんです。須田雅樹です。デスノートのジャパンプレミアということで少しはしゃいだ格好できました。今日は、なんていうんですかね、日本でこんな大作が見れるんだという驚きをぜひ楽しんでいってもらえればなと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。続いて元デスノート所有者、女優天音美沙を演じます戸田恵梨香さんです。ありがとうございます。まさかデスノートをまたやるとは思っていませんでした。新たな作品を見て本当に皆さん大変だったんだろうなっていうことを感じ、すごいスケールのものが出来上がってると思います。ぜひ楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてデスノート所有者、青井さくらを演じます川栄里奈さんです。はい、私は10年前普通に小学生だったんですけど、デスノートを見てすごい作品だなと思って、その作品に今回関われてることが本当に嬉しいです。多分見終わった後皆さん、あ、もう一回見たいなって思うと思うので、 2,3 回ぐらい見てほしいなって思います。ぜひ楽しんでいってください。ありがとうございます。続いて最高裁判事、御厨健一を演じます船越英一郎さんです。どうも、今日は本当にありがとうございます。船越英一郎でございます。もう日本映画のスケールをはるかに超えた超一級のエンターテインメント作品ができたなと思っております。皆さんが初めてご覧になるということで、ぜひ面白かった、すごかった、興奮したという感想をどんどん拡散していただいて、よくこの映画の結末は誰にも言わないでくださいというのがありますけれども、この映画に関しては何も喋らないでくださいという映画でございます。その感想だけを拡散させていただければと思います。最後までごゆっくりお楽しみいただければと思います。ありがとうございます。最後に佐藤慎介監督、お願いいたします。皆さんどうもお越しいただき本当にありがとうございます。監督の佐藤です。皆さん、その10年前にご覧になったと思いますけれども、デスノートはすごくもう僕も大好きな傑作です。その、続編ということで、メガホンを取ることになったんですけれども、萎縮することなくですね、全く新しいデスノートを新たにこの2016年に打ち出していきたいと思って頑張って作ってきました。素晴らしいキャストの皆さんを本当に丁寧に撮り、 そして1カット1カット丁寧に仕上げてますので、ぜひ今日楽しんで見ていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。